全国から多くのランナーが集まる霞ヶ浦マラソン兼国際ブラインドマラソン。33回を迎える今大会のエントリー数は14,056人。競技は 42.195キロを走るフルマラソン、およそ16キロを走る10マイル、そして5キロの3部門。会場は大いに盛り上がりを見せていました。6時間5分。大会当日は朝から曇りで気温が高すぎず、ランナーにとっては走りやすい気候となりました。会場では多くのランナーが朝早くからウォーミングアップを始め、スタートの時間を待ちます。9時45分、フルマラソンの部は霞ヶ浦市宮島市長の合図でスタートしました。霞ヶ浦マラソンは感染症対策としてウェーブスタートを採用しています。5分の時間差でスタートをし、フルマラソンは第3ウェーブまで行われました。ランナーは沿道の声援を受けながら市街地を駆け抜けていきます。フルマラソンはスタート地点から土浦市内を北上し、端末からは東に進路を変えて中間点の霞ヶ浦市歩岬公園を目指すコースです。コース前半は高低差のある坂道が数箇所あり、ランナーにとっては頑張りどころです。中間点付近では天候が回復し、太陽が照りつけてきました。KSC 仲良しクラブよさこい隊やふるさと応援隊ガウラー C の応援で、ランナーは後半に向けて力が入ります。レース後半は疲労度も増す中、ペース維持が重要となります。中間点を越えたエイドステーション歩岬公園では、水分補給の他にもランナーは水をかぶって熱くなった体を冷やしていました。また会場では霞ヶ浦市を中心に活動している歩み太鼓の演奏がランナーに元気を与え、会場を盛り上げていました。補給を終えたランナーは応援を受け、さらに元気よくゴールへと向かいます。コロナの影響でですね、どういう社会状況になるか非常に不安ありましたけれども、おかげさまで開催こぎつけることができまして、これがポストコロナの本当にスタートという大会にしたいと思って期待しております。いや、もう気合い入ってましたね。元気いっぱいで、本当に皆さん笑顔で本当に楽しんでいただけている状況で本当に良かったです。霞ヶ浦マラソンは、まあ、風景が非常に素晴らしいということで、霞ヶ浦をご堪能いただきたいということと、地元の応援、これは皆さんとってもですね、一生懸命応援しますので、ぜひそのことも見ていただきながら楽しんで走っていただきたいと思います。本当に多くのご協力のもとにですね、開催できておりまして、今回33回目、これが40回50回と続きますように、市としましても全力でお支えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。沿道の声援を受けて、ランナーが続々とジェイコムフィールド土浦に戻ってきました。ゴールするランナーの表情は達成感に満ち溢れていました。霞ヶ浦マラソン兼国際ブラインドマラソン2023は大盛況の中終わりました。参加したランナーの皆さん、お疲れ様でした。